はい。今回はですね、ソーシャルレーニングの始めから理解すべきたった一つのコツという,うお話です。えー、まあ、ソーシャルレーニング最近注目されてまして、まあ、投資の形としてですね、えーえー、なんか広まりつつあるという状況なんですけれども、まあ、いろんなあメリット、デメリットあります。 え、ね、他の投資とかで,ですね。まあそういうものと比較しながらあ、今回ソーシャルレーニングについてお話ししていきたいと思います。でもたった一つのこと、最初に言います。もう簡単です。超小学で始めることです。もうこれにつきますね。えー、まあ投資とかですね。まあそ,そういうのに限らずなんですけど、やったもん勝ちなところありまして、最初にやり始めちゃったもんが勝ちなんですよね。 えー、でもですね、まあ損したら嫌だとかあるじゃないですか。えー、なので超小額で始めるっていうのが大事ですね。えー、超小額でもいいから始めるっていうのは、まあ、本当に言いたいことで、別にあの高額でもいいんですよ。別に100万円を投資したっていいわけですけど、おまあ普通はそんなに無理ですよね。えー、無理ですよね。僕も最初あの一番小額からしかやってないんで。えーまあ、そもそもね、月収15万のアルバイトの分際でしたから、そもそもが。 <laughs> そんなお金がないんですね。なので、超小学で始めるっていうよりも、超小学でしか始められなかったということで、えー、むしろなぜその段階で始めようと思ったのかっていうぐらいのレベルなんですけども、超小学で始めるっていうのがものすごく大事です。えー、まあ、ちょっと触れましたけど、僕はもともとアルバイトしかやってなくてフリーターなんですけど、月収15万だけしかなくてね、まあ、そこから副収入とかね、えー で、ちょっとお金を稼ぎつつやってたんですけど、まあお金を稼ぎきる前にですね、なんか投資面白そうだなと思って、アルバイト先を登録してですね、<laughs> 証券会社とか、まあ、いろんなやつに登録していろんな講座を開設して投資を始めるっていうね、多分あんまりないタイプなのかなと思いますね。で、 じゃあ、超小学でなぜ始めるかって言いますとですね、えー、実際やってみることで分かることってめちゃくちゃ多いんですよ。で、人それぞれなんですけど、つまずくポイントがやっぱ違うんですよね。で、まあ、いろんなあネットの記事とかですね、えー、動画とか、あ,あとは、うん、本屋さんの本、うん、とかで、まあ、いろいろ調べたりされると思うんですけども、おまあ、つまずくポイントが違うんで、実際やってみないとどこが、 困るところなのかとか分かんないんですよね、えー。なので実際やってみると一番勉強になるということなんですねで。やることによって成長速度が10倍ぐらいになる。これ間違いないですね。これは間違いないです。やった、やったらもういろんなこと勉強しますんで成長速度10倍ぐらいになる。しかしですね、まあ、投資っていうのは損も実際リスクもあります。 絶対に稼げるとかもう言うつもり全くないんで、えー、投資とか、まあ、そういうものに関してはですね、まあ、損があり、リスクがあります。えー、なのでですね、まあ、1万円とか、ソーシャルレーニング最近ね、あのー、関連でファンズっていうのができました1万円からで,できます。なんと1円からできるってやつあるんで、えー、ちょ1円でできんだったらいいんじゃないみたいなね。10円とかやってしまってですね、<laughs> 10円とか、いや、それがやり方を勉強できますよ。正直、お金は増えないっす。10円じゃ。 ですけど、その基本的なやり方とか、サイトの見方とか、えー、投資の操作方法とか、そういうのは全部わかりますから10、ね、円で勉強できるって、これはいいですよ、えー。大きくお金を減らすことはないということは大きいですね。今、1万円、えー、ソーシャルエンディングの場合、1万円を投資した場合、一番損して1万円です。1万円以上損することは絶対にありません。えー、1万円損する可能性はありますけどもね。はい。ということです。 で、主なソーシャルエンディングの業者ってありまして、オーナーズブックとかクラウドバンクとかマネオ、クラウドクレジットファンズとありますが、まあ、ファンズは貸し付け投資っていうのは真なんですけど、まあ、ちょっと違うっちゃ違うんですけど、まあソーシャルエンディングやり方はもうほぼ一緒ですね。で、ここで大事なのは業者選びの,選びのポイントなんですけど、これはまあ今回の動画で説明するのは、あくまで基本的な部分で、時代時代によってやっぱり変わります。なので、 どういう基準で選んでいったらいいのかっていうのを自分なりの判断基準をしっかりと持っていただいて、えー、やっていただきたいんですね。えー、この動画撮ってるのは2019年3月ですけれども、もう絶対2020年には状況変わってます。もう、もう2019年5月ぐらいには変わってるかもしれないですね。えー、ネットとか、まあそういう業界で移り変わりは早いんで、自分の軸となるものをしっかり持っていただくというのは今回の動画の目的です。だから、 おすすめとか、まあ一応こういうのがいいですよとは言いますが、なんていうんですかね、それを鵜呑みにしていただきたくはないんですね。あくまで自分の選定基準っていうのをしっかり持っていただいて、自分の中であった投資を運用をしていただくというのがこの動画の目的です。で、業者選びのポイントなんですけど、まあ初心者は同じ僕ファンズがいいかなと今のところ思っています。まあ先ほども言いましたけれども、時代、時代っていうか、そんなを大それたことはないですけど、 もうね、時の流れとともに変わりますんで、本当にそこはですね、自分なりの選定基準っていうのを持っていただきたい。その選定基準っていうのは、あしっかりここでお話ししたいと思いますけど。で、えー、訴訟問題が起こった業者はしばらく回避、マネオとかですね、まあ、ソーシャルレン人ン業,業者、訴訟とかで検索してみてください。Google で十分です。Google で検索すると意外と引っかかります。はい。意外と引っかかります。マネオとか、みんなのクレジットも引っかかりますからね。ラッキーバンクとかね。 <laughs> 俺言っちゃっていいのかっていう話なんですけど。まあそういうのはですね、訴訟が起こってる業者は回避した方がいいと思います。マネオなんか一番最新の例で。で、ネットで調べたんですよ。マネオ。ソーシャルレンディングおすすめとか、えー。で、なんだろうかな、クラウドバンクで調べたときに、クラウドバンクと何かのキーワードで調べたときに、クラウドバンクは過去に業務改善命令が出されていて良くないと。えー、確かに二度出てるんです。これはもう事実としてありますけど、出てるんだけれど、 じゃあ、どこがおすすめなのかって書いてあった時に、マネをおすすめしてたりするんですよ。で、マネを今僕は絶対におすすめしませんから。<laughs> で、えー、それでまあ、じゃあおすすめランキング1位見たらマネオなんですね。でもマネオってついこの間訴訟問題起こった。で、その記事見たら2017年5月なんですよ。まあそういうことがありますんでね。自分なりの選定基準っていうのをうしっかり持っておくというのが大事で、僕もその選定基準を今回この動画でお話しするという。 ことです。で、業務改善命令は OK です。まあ、OK となれは言わない。まあでも OK ーちゃ OK ですね。で、業務改善命令って結構出されてましてですね。えー、まあいろんなところで出されてます。だから業務改善命令自体はいいんです。クラウドバンクも怒ってますけれどもね。それよりも訴訟はちょっと警戒したいですね。えー、だから訴訟は、えー、ちょっと、まあしばらくっていうか、まあそれ、ことの流行きを見てですけれども、 ねなん。ちょっとあんまり良くないかなという感じですね。訴訟はやめましょうみたいな感じです。で業務改善命令自体はまあ,あー、OK ですけども、まあ、つい最近出たものは避けといた方がいいかなという感じですね。で、その時々によって変わります。時,時代とともに変わりますので、えー、ネットの記事を見るときは必ず更新日時をチェックしてください。必ずです。もうこれは絶対いいですね。はい。で、僕もブログ記事に関しては、ああ、逐一更新するようにはしますが、 まあね、なかなかあ、更新が行き届かないとかもね、あの実際ブログやってて分かることですあるんですよ。なのでですね、必ず記事の更新日時をチェックしていただきたいと思います。2019年3月でしたら、2018年の上半期のものは、うん、もうちょっと古いかなと。 2018年年末ぐらいでもちょっとね怪しいんですけど、まあ、最悪、最低でも2019年ぐらいの記事がいいですね。に書き換えられた形跡がある。書き直された形跡があるっていうのがいいですね。はい。書き換えられたって悪い意味で捉えますけど、決してそうではないです。やっぱ時代によって変わっていくんで、議題としてくれてる方がありがたいんですね。 1>, 1万円で経験が早いって言うんで。1万円で経験するのがよく現状ではブックファンだと思っています。これ理由がありまして、まあ、貸し倒れとかの確率の問題と、やっぱ安定してるんで人気ありますね、2つも。すぐね、あのなくなっちゃうんですよ。<laughs> 募集してると募集額っていうのがあるんですけど、その額に達するともう募集終了なんですけどね。募集終了早いんですね。はい。で、なのでこの2つかなと思います。まあ,あの、利回りとかいう点ではもっと高いものもあります。 利回り、クラウドクレジットというのは、利回り10%ぐらいの案件が結構あるんですけれどもね。まあ、ただ、あうんまあ、損するのを避けたいです。まあ、損するのを絶対的に避けられるわけじゃないんですけれども、できる限り損しないことをまずは考えていきたいので、えーまあ、この二つがいいのかなと思います。絶対損しない,しな,いなんてことは絶対あり,ありえません。でも。はい。トータルで、えー プラスに持っていけばいいっていうのが基本的な考え方です。で最初はあ運用期間できる限り短いものに投資。1年以内がおすすめ。まあ、オ,オーナーズブックだとあんまり1年以内ってないんですけど、まあ、できる限り短い方がいいですね。はい。っていうのはやっぱり、えー、例えば1万円投資しましたって言っ、えー、運用期間が2年だったら2年間返ってこないんですよ。おなんですけれども、1年以内だったら1年以内に返ってくるんで、まあ最初の投資とね、慣れてくればまあ別に2年とかでもいいんですけど、最初は 超小額で短期がいいと思うんで、まあ1年以内のものがいいかなと思いますね。あ、こんな感じでお金返ってくんだ、みたいなのもね、経験するのがいいと思いますんで、見しかめがいい、最初はいいんじゃないかと思います。で、訴訟貸し倒れ情報は Google で検索して確認これこれだけで十分です。もう正直、僕も Google ググってますから。Google ググってて、<laughs> まああの、ニュースとかですね、ええー、まあその業者のホームページとかですね、もう簡単、結構もう簡単に出てきます。Google ググって、ええー、訴訟とかですね、貸し倒れっていう、 キーワーワドで、えー、それソーシャルレーニング業者プラス訴訟、頭折れというキーワードで調べればですね簡単に当たりますし、その情報だけでも,もう十分です。それで何個か記事見れば、ああ、これダメなんだなと思,い思うと思います。で、最新の情報常にチェック、はいあの。まあ投資する前でいいですよ。投資するしようかなと思った時にまあチェックすれば十分だと思います。まあ、毎日毎日そんな調べる必要はないと思いますんで、あちょっと1万円でもちょっとやってみようかなと思って、じゃあ、 このソーシャルレーニング業者と、まあ、訴訟とか頭を調べてみようかと思ってそれで見てみるのがいいかなと思いますまあ現状2019年の最初の段階ではこのね2つで十分かなと思いますけどまあ本当にいつどう変わるか分かりませんこれ誰にも予想できないと思いますなので、えー、自分でしっかり基準を作る力っていうのを身につけるのがいいんじゃないかなというふうに思います ソーシャルレーィングに限らず、少額で経験とありますが、まあえー、このスライドで最後なんですけれども、ソーシャルレーィングに限らずです、ねうん、資産業とか少額で経験、まずしていった方が早いです。えー、積み立て兄さんの動画でも喋ってますけども、少額で経験するのが本当早いですね。まあ、ただ、少額で経験できないものもありますので、ま,あ、まずは少額で経験できるものを積み重ねていって、まあ、株とかだったらですね、やっぱり、 ね、安くでできるものもありますけども、基本的には10万円くらいの単位で動きますから、えー、だん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 額を上げていく上げていくっていうのが大事じゃないですかね。まあ、そういう意味ではソーシャルレーニング1万円なんで、えー、で、ファンズの、ファンズに至ってはもうね、なん1円からできちゃうんで、えー、そういう意味ではまあ経験として積みやすいハードルが低いかなというふうに思いますね。はい。 えー、で、ま、あの、訴訟とか先ほど言いましたけど、ちょっと怖いイメージあるかもしれません、知れませんが、基本的にはね、結構いい,い,い感じかなと思いますね。まあ、本当に訴訟とかですね、調べていただいて、ググって、えー、それを確認して、で、投資してもらえばいいかなと思います。ごめんなさい、大事なこと言うの忘れましたけども、まあ、1万円だったら別に問題ないんですが、例えば、いきなり100万円とかを投資しようと思った時にですね、えー、 ソーシャルレーニングだと分散投資。まあ、ソーシャルレーニングに限らず分散投資っていうのは基本になります。なので、100万円あったらですね、まあ、10万円以下ぐらいにもう小分けにして投資するっていうのがすごく、僕はやってます。<laughs> あの、100万円に、まあ、例えばソーシャルレーニング1案件に、例えばオーナーズブックのこの案件に100万円いけみたいな感じでですね、利回り5%だから105万、2年で110万だイェーイみたいな感じでやっちゃうとですね、それが貸し倒れにもしなってしまったらもうゼロになっちゃうんですよ。 まあ、あのー、ゼロ、ね、ゼロになることもありますし、なんか7割しか返ってこないということもありますけれども、まあそういうのになったら額の被害が大きくなっちゃうんで、できる限り小分けにして、分散投資、えー、オーナーズブックだったら、まあ1、1ヶ月にね、1回ぐらい7、7万円ずつぐらい、まあ10万円ずつぐらい投資して、まあ100万円を、まあ10回で100万円みたいなね。 まあ、あるいはソーシャルレディング以外にね、えー、投資するっていうのもある,あると思うんですけども、うん、1個に集中してドカーンってやるのはやめれてくださいということですね。まあ、1万円だったらですね、まあ最小単位なんで、えー、まあ分散できないんで1ヶ月1万円ずつ、ポチ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 、<laughs> ね、投資していくとおいいかなというふうに思いますね。まあ時間的にも分散,分散して、えーまあ、案件にも分散する、業者も分散するっていうのは大事ですけども、業者を分散しすぎてなんかあ過去に訴訟のあるような業者に手を出さないようにというところでございます。 信頼にける、ね、業者あ2つか3つぐらいいで、えー、案件を、まあ、回していくっていうのということで、今回ソーシャルデニングの始め方まとめましたあー。できたらですね、チャンネル登録していただきたいと思います。えー、詳細欄にブログ記事とかも、ね、載せてますので、よかったらご覧ください。ということでは、今回は以上です。ありがとうございました。